私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐存続のための心霊ロケで私生活に支障をきたしていた相葉。メンバーは頭が上がらない。嵐が活動を休止して2度目の新年を迎えた。この間、櫻井翔と相葉雅紀は結婚し、相葉は1個、二宮和也は2個のパパとなった。相葉はグループの冠レギュラーだった VS 嵐の後継ぎ番組 VS 魂グラデーションを同世代の風間俊介、後輩たちと続行している。メンバーの中でも特に相葉は、嵐が99年のデビュー後に迷走していた時期、グループの仕事が奪われないよう必死だった。それがデビュー2年後に決まった時代の国分太一、タッキー&翼がメインの、郵送。疑問符?ジャパンのレギュラー出演。視聴者から投稿された心霊現象や都市伝説、不思議なスポットをランキング形式で紹介する番組で、新米の嵐は危険すぎるロケにしょっちゅう駆り出された。スタッフさんはメンバーの中で一番ビビリでリアクションが大きい相葉を心霊スポットの担当にしました。多い時で週に2、3箇所も巡ったことも、相葉にとっては嫌な仕事でしたが、当時はレギュラーがこれしかなかったので断れなかったそうです。オカルトロケの連続で、当時はしょっちゅう金縛りにあっていた。睡眠方法を自分なりに試した結果、うつ伏せか横向きで寝るといいことが判明。今でも、そのいずれかの体勢で寝る癖が抜けない。リラックスして仰向きで眠りにつきたいが、トラウマが消えないのだ。01年の夏頃は、身の回りで不思議な現象が相次いだ。CD デッキに入っていた CD をプレイすると、聞いたこともない雑踏の音が流れてきた。おかしいと思いもう一度再生すると、音楽が流れた。雑踏は何だったのか、今もって不明である。その数日後、プライベートで使う照明写真をスタジオで撮影した。何度撮っても、カメラマンは、あれ?と首をかしげた。確認すると何も映っていなかった。カメラを交換しても結果は同じ。カメラマンはおかしいな。なんで映らないんだろう。と疑問を抱き、とうとう解決しなかった。櫻井翔とイタリアのホテルで同室だった時、シャワー中の相葉に櫻井がすごく話しかけてくることがありました。ちょっと待って。今、頭洗っているから、後で聞くから。と言っても、聞き取れないほどの声でずっと話しかけてきた。シャワーを終えて、翔ちゃん、何?と聞くと、えっつ何も喋ってない、よと櫻井さん。二人はゾッとしたそうです。相葉雅紀が嵐を続けるために心血を注いだ、オカルトロケの深刻な後遺症とは?まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。